否認。否認は、主に、いわゆる死の交渉には属さないが、区画や、医師や新人等と同様にあくまでも身分制度上の身分とされ、人別帳の枠内にある。この点、身分制度外に位置づけられ、江戸時代から人別帳外で無席の山、参家等とは異なる。ただし、参加との違いは、流動的なもので、否認が流浪生活に入って参加となり、 逆に参加が被差別部落に定住して、否認となる例がいつの時代にもあった。1910年に、山梨県三阪峠で、強盗殺人を働き死刑となった松沢熊吉も、愛知県西鴨郡の否認系の被差別部落に、生まれ育ち、後に漂白民となって参加化したものとされている。さらに、多数説によると、否認は、下人と言われた、不自由民。 奴隷とも全く異なる存在であるとする。否認という言葉は仏教に由来するとも言われ、ホッケ行、大場品などにこの単語が見られる。しかし、そこでは、差別的な岩畜は、一切なく、単にビクや、ビクニなどの人間、万安さに対してれ、以外のもの、アマンザ、具体的には、釈迦如来の剣族である天神や竜といった八部衆を、指す言葉として用いられている。 日本では平安時代に立花の早成が八百四十二年、上和九年に反逆罪に問われ、官位を剥奪されて、否認の姓を天皇から与えられたのが文献上の発令とされる。否認は関東では調理党、断罪門と各地の調理小頭の支配下にあった。江戸の否認には、抱えピニンと野っピニンとの別があった。乗っピニンは無、無宿。 強敵に考えると、路上生活者のような立場の人々で、飢饉などになると一挙にその数が増えた。抱えピニンは、避人子や頭と言われる親方に抱えられ、各地の避人小屋に定住していた。避人子屋は、江戸の各地にあった。避人子や頭は、それぞれ有力な被人等の支配を受けており、江戸にはそれは四人、一時期五人になったこともあるいた。 この四人の非人党がそれぞれ元左衛門の支配下にあった。四人の非人党の中でも特に有力なのが浅草非人党、車前七だった。被人員の主な制御は物乞いだった。街角の清掃、角付けなどの芸能、調理の下役として、警備や警視者の埋葬、病気になった入浪者や少年囚人の世話などにも従事した。時代や地域によって、 言葉が指す、内容、社会関係上の立場や、就業形態や、配達的業務などは大きく異なる。また、否認という語義は、抗義の否認と協議の否認に分けられる。抗義の否認とは、犬神人、犬辞人、墓守、河原の者、方面、骨胸、甲、胸、胸猿貝、痩せ同時等々の制御から来る総称である。競技の否認に関しては、諸説多数割、 さらなる調査研究が必要とされる。避妊の形成期には、ケビン士官か活かで、囚人の世話、死刑囚の処刑、罪人宅の破却、死者の埋葬、死牛場の解体処理、街路の清掃、井戸掘り、増援、町の警備などを排他的特権的に従事した。また、被伝員や、非人宿に収容されたことから、病者や障害者の世話といった仕事も引き受けていた、地域、 集団もあった。また芸能に従事する者もおり、芸能史の一翼を担ってきた。中世前期は、人々が恐れ忌避した業務に携わっていた否認であるが、中世後期に、人々の感覚が次第に、恐れのき機から、汚れ、職への忌避に変遷するとともに、否認に対する捉え方も衣服師から非戦士へと変遷していったとされる。鎌倉時代には、 映像や認証による、秘伝院の再考を受けて、最大地震言、立宗のもとに組織化されたり、一辺の自習とともに、遊行する者もいた。中世の避妊の多くは、異様、放髪、あごひげ、わらべ姿等のものであった。やがて、河原の者、無宿者などを指すようになった。江戸時代には、身分や居住地域、十字職能等が固定化された。 否認は、の違いがある。このうちを、抱え否認と呼び、特別する。近世の否認の発生は、江戸時代の町と村の成立過程と、不足不利の関係にある。村においては、地方治療制から放禄制へと移行する中で、村に対する武士の直接的関与が薄れ、年貢の村受けが進行するに伴い、病気や災害などにより、年貢を開催できない百姓が、村の根帳。 人別町から外れ、町へ流入。町においては、城下町整備に伴う、治安悪化、出荷対策の一環として、里返し政策を取り続けるが、一方ではこれを保護の対象として補足し、抱えピニンとして、のっピニンを取り締まった。場合によっては、元の身分に復帰することもできたという、足洗い足抜き。生まれながらの否認の他に、刑罰として、 タイラ人から否認へ身分を切り替えられるものがあった。それを否認手下と言った。お定め書き百科条には否認手下になる繁華として、次のようなものを挙げてある。否認の生活を支えた生業は肝心である。小屋ごとに肝心上というテリトリーがあり、小屋ごとに肝心権を独占した。否認の回帰は、行刑した役、警察役などである。本来町や村は、 共同体を維持するため、よそ者や小記を排除する目的で万人を雇っていたが、否認はこの役を務めた。万否認、否認万、万太郎、万太と,とも呼ばれた。四急馬解体処理や、比較処理は、時代や地域により得た、調理、化、綿等との分業が行われていたこともあるが、概ね独占もしくは排他的に従事していたといえる。ただしそれらの権利は得たに帰属した。 江戸には約3000人の非人がおり、4から5千とする説も車全七が総括し、各地の非人党の支配下にあったが、車全七は、教法年間の1722年に、江頭の浅草屋の男左衛門の支配下に入った。これによって、曲げを切り、言ってはならないということになった、非人党、小屋頭は言ってもよいとされた。各地の人び、修行務は、 以下の通り、非人党は、全七、松江門、ゼ三郎、ブロ衛の4人で、人数の一番多い全七が代表していた。主に、江戸の北半分を全七、南半分を松江門が支配し、ゼ三郎ロは全七に、九兵衛は松江門に属していた。この4人のもとに30から40の小屋があり、それぞれに小屋頭がいた。その下にも小屋があり、小頭が置かれていた。 その下の者のは、小屋者と呼ばれた。仕事内容は、小屋頭がやるもの、小屋者がやるもの、左衛門の廃家がやるものなど、細かく規定されていた。江戸の他においても、断左衛門の支配は、赤八州、三戸藩、日光神領を除く、伊豆国、道の区国の南端、海の国、駿河国の一部に及び、当該地域の否認は、断左衛門の廃家となった。 機内においては、中世以来有力寺社との結びつきが強く、多くが各寺社の管理下に置かれた。しかし制度として整備された関東の断罪門による組織的な集中支配下に置かれた関係とは異なる。そのためか、京都や大阪の町奉行で解決できなかった例が多く残る。時代、地域によっても多様であり、未だ解明されていない部分が多い。有名な例として、 太平の世で注文が激減、ついには否認小屋入りしたことから、否認、清光と呼ばれた刀鍛冶、歌手清光などもいた。得たと異なり脇差しは禁止され、得たと同様に傘は禁止された。中世には、ハンセン病は、仏鉢、神罰の現れと考えられており、発症したものは否認であるという不分律があった。鎌倉時代の文献によると、 患者と家族が相談し、相当の金品を添えて、ひひと宿に引き取られ、否認調理、えたの統率下に置かれたとある。これにより、都市では、重病者が秘伝院や北山十八軒湖、極楽寺などに収容された例もある。江戸時代にはこの病になると家族が患者を、四国八十八箇所や熊本の加藤清正、広保らなどの霊場へ巡礼に旅立たせた。 このためこれらの場所に患者が多くもの、小酢をして定住することになった。旅費がない場合は単に集団から追放され、死ぬまで小敷をしながら、付近の霊場巡礼をしたり、患者のみで集落をなして肝心などで生活した。貧民の間に住むこともあり、その場合は差別は少なかった。患者が漁に出ると、マグロがよく取れるという迷信が各地にあり、漁業に携わる者もいた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。